はい、皆さんこんにちは。今日は、イベントの日でした。で、日曜日はいつもね、YouTube の更新とかしないんですけど、ちょっとね、溜まってきたというか、買ったものが溜まってきたので、更新しようと思います。今日は、アーリーエクスプレスっていう海外のね、輸入雑貨のところから、雑貨を購入したのと、イベントの帰り、今日はね、朝一だったので、お昼過ぎぐらいにイベントが終わりました。それでね、近くの、去年の、暮れに行ったんですけれども、東洋企画フラワーサービスさんっていうね、大津の方にあるんですけど、そちらの方で、福袋を販売されてるんですけど、福袋は目当てではなく、今回は、多肉をね、普通に買いに行きました。それで、それをね、先にどうしようかな、先にじゃあ多肉カット肉を紹介していきたいと思います。で、カット肉ちょうどね、包まれてますので、これを届くのにちょっと時間がかかるかな。またね、いつもながら片手の撮影になっております。どうしようかな、ちょっとやっぱり右手の方がね。一つ目は、はい、これ自分の字で書いたんですけど、チョコレートムースですね。チョコレートムース、なんとなく聞いたことある内容だったのと、真ん中にね、ちょっと茶色くこんな感じで、よいしょ、出しに行こう。出しとくとね、またね、開封というか説明動画にならないかなと思って、いつもね、開封するところこんな感じで、真ん中にね、可愛く茶色く、なんかジャム状にね、ちょっと暗いなこんな感じかな、ジャム状に真ん中にこう赤くね、止まっているというか、はい、この前ちょっと名前も気になったしっていうことで、で、ここの園芸店さんは、黒トレーの上にね、土が置いてあって、そこでもう育てて、そのままで販売されてますので、根っこがもう生えた状態です。で、もう一つ、ちょっと土がね、こぼれていますけれども、もう一つはこれね、欲しかったんです。はい、トランペットピンキーで、ちょっとちび苗というか、大きい苗のはね、リエルさん のイベントで見たことがあるので、名前だけは知っていました。はい、こんな可愛い、見て、可愛いっていうか、ちっちゃいんですけど、ちゃんとトランペットピンキーの形になっています。これも同じように黒トレイの上にこういう風に並んでいたので、選んできました。で、今はね、新春の初売りということで 30% オフだったので、30% オフでお買い物をしてきました。それで、お買い上げの皆さん、無料で葉差しのこのもぎった葉っぱを15枚無料でいただけたのと、で、先着30名様のうちに入ったので、謎ベリアを1つプレゼントしてもらいました。で、これがね、2023年、1月の9日日曜日に、買った肉でございます。では、アーリーエクスプレスからの、雑貨購入ですね、これを見ていきたいと思います。海外の輸入雑貨って皆さん使われたことがあるかな、どうだろうね。私はドールのね、雑貨もこのアーリーエクスプレスさんで購入させてもらったことがあるんですけれども、何度かね、結構ドールのカバンであるとか、そういうものを購入させていただきました。なんか包んだ中にも袋が入ってました。で、大体はこれは中国での雑貨になるのかな、中国だけではないですけれども、ちょっとどうしようかな。一旦ね、開けますので、ちょっとしばらくお待ちください。片手、片手なので、どうしてもちょっと開けることができないので、雑貨並べますので、ちょっとしばらくお待ちください。はい、それではお待たせをいたしました。もうね、開封しちゃいました。大きさから言ったら手のひらぐらいの大きさですね。もうちょっと大きいのかなと思ったんですけど、こういう風に箱庭風に植えられる鉢ですね。これが、多分ね、
送料込みで600円か700円ぐらいだったんじゃないかなと思います。で、何個かねやっぱり購入すると、あの送料が高くなっていったので、送料がまあ安くなるの、いや一番平均ね、あの2つ買うと送料も高くなる、倍ちょっと高くなったので、もう1個にしとこうと思って1個にしました。あとはこれね、あの以前ちょっとまあ、あのある作家さんから買わせてもらったのと、よく見た感じですね、かわいい、この家のキノコの家となんかミックスでした。これだけで、このキノコだけで15個あったりとかをするのがあったんですけど、あのいろんな種類が欲しかったので、このミックスを買いました。ミックスであるのと、あと私が大好きな、もうキノコばっかりですけど、キノコとこのあのハリネズミですね、キノコとハリネズミ、これが5セット。これ送料無料ではなかったと思います。送料がね一番低いのに、まあ送料が100円やったとしたら、1個増えても2個増えても3個増えても4個増えても5個増えてもあの100円なんですけど、6個目増えるとあの100円以上になる、あの送料になるので、なのでまあ多分数をたくさん買えば送料の方が割安になると思うんですけど、一応送料があの変わらない程度にあの増やしたら5個が限界だったので、5個、5袋ね買いました。でこれ多分ね全部で2000円もいってなかったように思います。1900円ぐらいかな、送料込みでね。で割引とかもなんかあったので、多分非常にあの安いというか、お得なお買い得やったと思います。これねまたあの個別では多分売らないと思います。自分のね今最近ちょっと箱庭しようかなと思っているので、あの小さな寄せ植えにもあの使えるような箱庭 の, あの寄せ植えを作ろうと思っています。またねあのイベントとかでね、あのお目にかかったらまたねお買い上げいただけたらかなと思います。で今日はねイベントだったんですけれども、あの前回のねドールのイベントではね、お正月って言ってもなかなかやっぱりあのもうしなんていう仕事始めの方が多かったと思うんです。なのであのお店の方というかあのねあのあのイオン大見八幡さんの方もあの人入りがやっぱりちょっと少なかったのがあって、で今日はまあ、それをなんかひっくり返すほど、まあ、天気も良かったんですけど、朝一っていうこともあって いつもあのそこはね売り上げの売り上げがまあまあいいところなので、で多肉植物をあの買いに来てくださったお客様とか、で初めてのねあの中学生のお子様って言ってもいいんですよね、あのお子さんだったりだとかあの買いに来ていただけて、あの新規の方も増えたので、またねあのちょこちょこっとあのイベントでね行くときにはあの顔を出しに行こうかと思ってます。はい、っていうわけで、チャンネル登録の方が、1000なんて言ってない193名ですね。あの2名様また増えて193名様になって、いよいよあの2000またね、また2000とか言ってるわ、あの1000人にあの近づいてまいりました。で、まあ、200名のその人数が1週間ほど維持ができれば、あの何て言うかな、最中にやっぱり減ったり増えたりするんですよ。でもあの200名様が維持できれば、以上も維持できれば、あのとにかく減ることなく199にまた減った時点では、あのもうおめでとうというわけではなく、200名様があの1週間ぐらい10日ぐらい維持ができれば、プレゼントコーナーのまた動画を上げたいと思います。もう7名様と、あと10名様切りましたので、もう目の前かな、そこそこかなと思っています。またねイベントでもあの頑張っていきたいですし、今月とか来月は雪のためにねなかなか寒かったりとかでイベントがあの地元にもあまりないですけれども、あのできるだけあのイベントの方また参加していきたいと思いますので、よろしくお願いします。では今日はアリエクスプレスさんで買った雑貨、それと、はい、東洋企画フラワーサービスさんで買った、多肉、買った肉ですね。は
はい、をご紹介させていただきました。アリエクスプレスさんはちょっと載せることは難しいかもしれ、難しいというか載せ方がちょっとわからないんですけれども、東洋企画さんはまた、概要欄の方というか説明のところにまた貼っておきますので、あのぜひね、あの滋賀県内で多肉植物を結構置いておられる、園芸店なのでぜひ行ってください。はい、では今日はここまでになります。また明日来てください。さよなら、バイバーイ。